今回は千葉県市原市にある九王戸の森というところに鳥を取りに来てみました。ここね、ほんとすごいんですよ。はい、どうもこんにちは、ゆるフォトでございます。本日はね、ここ市原市にあります九王戸の森というところに来てみました。千葉県市原市ということでね、めちゃめちゃねこの山が広がっているようなところなんですけど、そこにあるねこの市原の九王戸の森っていうのはね、結構鳥熱いんじゃないかなと思って、ただね、なんかどの鳥が熱いっていうよりもまんべんなくあの鳥もいるしこの鳥もいるしみたいな感じなんで、今日はねちょっと生態調査みたいな感じで来てみました。もうね、1月の末なので、そろそろね一定の釣果というか鳥さんたちが取れやすい時期なんじゃないかなと思うんですよ。なのでね、この冬鳥たちをうまくね取っていきたいと思います。そして機材はこれ Z6II と AFS ニコル 500mmF5.6E のレンズですね。そしてこれにテレコン 1.4 倍、そして F2Z マウントをつけてこの長さということでね、もうだいぶねこの単焦点 500mm というものにも慣れてきまして、テレコンを含め、DX、APS-C の画角にして1050mm になるんでね、今回もこれでやっていきたいと思います。ちょっとねいきなり来る途中鳥を逃しまくってしまったんですが、まだちょっとね体のチューニングが終わってないんでね、こうなんていうのかな、想像とかっていうところね、うまくつなげて鳥を取り逃さないようにやっていきたいと思います。というわけでね、早速行きましょう。今日はね長靴なんですよ。完全にね昨日雨降りまくったんで今日ドロドロなんですよね。なんで今日はねこの長靴でもうどんな道でもひるまず行けるので頑張りたいと思います。では行きます。この付近によく見られる鳥ということで左側から行きましょう。カケス、ヒヨドリ、ホトトギスで、コジュケイ、トビ、ヤマドリ、キジモズ、キジバとヒワラヒワ。なんか結構まだ撮影してない鳥がいますね。ホトトギスね。ホトトギスってこんな色なんだ。はぁ、ちょっと楽しみだね。よし、頑張ろう。いやぁ、今日はめちゃめちゃ期待が持てますね。楽しみ。結構ね、川の音もするんでね、水辺の鳥たちも来やすいような状況ではあると思うんですよね。あとは迷子にならないかどうかっていうこのね不安だけが。ハート、あ、ヒヨドリか。あ、また遠くに行っちゃったね。ちなみにね、コメントでね、あのヒヨドリ撮ってるような方もいらっしゃるということなんでね、ヒヨドリかとかいうのは不適切だなってすごく思いました。すいません。あの鳥をねこう取りに行くときに図鑑、あ、なんかいる。あ、青じ、あ、おじいちゃった。どこ？あそこ、あそこ。あれが来たところの後ろ。いい。上ビタ来た。穴入ってちゃった。穴入ってっちゃうの、常備滝って。あそこが巣なんだね、きっと。悔しいですね、取り逃しちゃった。常備滝みたいでしたね。綺麗なオレンジ色だったな。残念、吸いましょう。まあでもやっぱ鳥さんいるね。そして常備滝は結構いる鳥なんだね。でも本当集中力が大事だな。
左見てると右側にいたりするからね普通にね。うわー綺麗、最高だね、気持ちいい。綺麗だね、モズだね多分。あー飛んでちゃったか。今ねここにモズが止まってたんですよね、出会い頭に逃げられちゃった。悔しい。でもなんかすんごいまん丸だった。まあでもこの池沿いには来るだろうね。いやもっと注意深く進まないとダメなのかな。絶対なんかいるよねここね。なんだろう。この声は目白なんだね。わかった、覚えた。とりあえず目白取れました。これが目白の声ね。よし、他にもいそうだけどな。見てこの橋、トトロの世界だよね。でこっから先は野鳥保護の目的で写真を撮ってはいけませんというエリアみたいですね。こういうとこもあるみたいです。そこはちょっと注意しないといけないかもですね。でもマジで自然の中、本当に北海道みたい。千葉だよ千葉。すごいねここ。もうちょっとじゃあ進みましょう。まだ全然何も取れてないんだけどね。絶対いるよ、何かがいる。めちゃめちゃ綺麗だね、すごい。鳥いるでしょ、絶対絶対鳥いるでしょ。ちょっと逆光で目をやられそう。うん、いないのかな。自然っていいね。夏にオオルリがいるのがねポイント高いよね。オオルリ撮ってみたい。こんなに自然なのに一匹も撮れないみたいなことある。見てこれ、板2本の橋とかね、なかなかないよね。でもしっかりしてて安全性はありそう。さあマロちゃん渡っといで。すごい山奥だよこれ。長靴履いてきてよかった。でも鳥はいない。ここからがね単調コースと言われるやつみたいですね。マジか、マジか。行ってみようか。よし。20メーターだから大丈夫じゃない？マスクしては無理。絶対無理。よいしょ。
高所恐怖症の限界です。ああ怖え。よいしょ。無理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 。よいしょ。なんで無理かを説明します。あのね、登っていく途中にどんどん高くなるんだけど、まず手すりがないでしょ。で、掴むものもないでしょ。で、平らじゃないのよ、地面が。階段がこうやって斜めになってたりとかしてるから、なんか平行感覚を徐々に奪われていって、で上に行けば行くほど酸素も減っていくでしょ。酸素減って平行感覚分かんなくなると、もう怖いのよ。あ、8合目はぐらいまで行った。これダメだね。ちょっとじゃあ普通の、林道マンダーノ線、林道マンダーノ線に行こう。いやー、びっくりした。死んじゃうかと思った、もうほんと。だって階段斜めになってんだよ、手すりがない、すごい高いところで。これ無理よ、マジで。しかも下ドロドロのヌルヌルだし、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。そして高所恐怖症だから、高所恐怖症。はあ、あー驚いた。マジで鳥が全然いない。これね、あの山登りっぽいね。いよいよね。いやでもこっち柵があるからまだマシだよね。どうするこの先、さっきのになってたら。ちょっとマスク取ってもいいかな、誰もいないから。酸素が足りない。もうちょっと行ってみようか。まだここはさっきに比べたら全然安心。安心。脇道にね、来てみたんだけど、結局ね、山登るんだって。で、聞き耳を立てるとね、ヒヨドリの声がするんだ。さっきから一匹も鳥に出会えていないんですが、ヒヨドリになら出会えるのかな。登るかいね、まのちゃん、頑張ろうね。はい、よいしょ。よいしょ。すごっ。はい、気をつけてね。平らに出たよ。おじの声しかしない。何の声だろうね。ちょっとドキドキするね。鳥がいない。見て、あの木すっごいゆらんゆらんしてる。あー、吸い込まれそう、あれ見てると。危ない危ない危ない。あのね、表示の看板を見たら、こう 700m らしいです。 700m 階段を登ってきて、来てみたら鳥はいませんでした。
いや、700メートル登ったんですが、鳥は1匹も取れず、ただ登って降りてきてもう膝プルプルしてます。まだ鳥が全然取れておりません。ちょっと帰り道にかけるしかないね。頑張ろう。常備滝取れたね。よかったよかった。すぐにかな。こんな感じです。新しい鳥、ちょっとこれも調べてみます。はい、というわけでね、今日はクオードの森というところで野鳥を散策してみましたが、いかがだったでしょうか。あのね、渋いね。我々が近づくと鳥の音が遠ざかっていくみたいな感覚なんで、やっぱりね、なんだろうな、もうちょっとこう迷彩の服を着たりとかね、してこないといけないのかなっていう感じですね。やっぱりテントにこう中に入ってレンズだけ出しているような人たちの気持ちがわかるような撮影でしたね。ルリビタキとかの声とかはするんですけど、近づいていくと向こう行っちゃうし、なんともな感じですね。で、最後ですよ。本当シロハラが取れてくれたんで良かったです。まあ、シロハラね、シロハラ。はい、ほとんどね、新しい種目はないかもしれないんですけど、まあ、シロハラは新しかったのでよしとしましょう。もうね、本当ボツにしようか悩ましい動画になっちゃうかもしれないんですが、まあ自然はすごい豊かだったので、ぜひね遊びに来てみてください。今日多分ね、前の日2日間雨降っちゃったんですよ。なんでなんかそういったところもね、鳥のこのセンシティブになっちゃってた部分に関係してるかもしれないんで、まあ、天候とかね、いろいろ見ていただきながらね、遊び来ていただけるといいかなと思いました。
高いところ苦手じゃない方はね、野鳥探索コースっていうのがあったんで、そっち行くとね結構鳥の声がしてました。ただえらい怖いんですごく気をつけてください。まあ、トレッキングシューズみたいなのをね履いてきた方がいいんじゃないかレベルでした。S 字カーブでこう山を登っていくんだけど、手すりないし、この階段自体こう斜めなんですよ。だからなんか登っていってるし、しかもマスクしてるしね、だんだん酸欠になりながらグニグニして斜めのとこ歩いてるから平行感覚なくなっちゃって、すごい高いところでのこの平行感覚失うってやっぱ怖いんですよね。まあ、そういう意味でちょっとお気をつけて登れる方はそっちも行ってみるといいかなと思います。僕はダメでした。はい、あとねこちらもう多分今回が最後になっちゃうと思うんですけれど、ニコさんにお借りしていた 500mm ですね、単焦点レンズ、だいぶね頑張ったんですけどやっぱ難しいですね。でもこう決めたところに行くとか、目印を決めてそこまで行ってからちょっとずらすっていう方法を取るとね、だいぶやりやすいんじゃないかなと思いますんで、単焦点のお使いになりたい方はぜひね、やってみてください。というわけでね、本日のゆるフォト以上になります。皆様ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは皆様、良いカメラライフを。また撮り撮りきます。では。